座談会を始めたいと思うんですけれども、モデレーターを務めます岡村です。よろしくお願いします。はい、なぜ僕がモデレーターやるのかよくわかんないんですけど、頑張ります。でですね、まあ、いくつかのトピックを用意してきたんですけれども、まあ、全部聞けるかはわからないというか、多分ちょっと全部は聞けないと思うんで、気になるところをかいつまんだり、まあ、これ取りに行くかわかんないんですけど、まあ、臨機応変になんかいろいろざっくばらんに話していけたらと思います。でですね、まず、まあ、最初なんで上から聞いていこうかなと思うんですけれども、まあ、これちょっと斉藤さんの方にもですね、これを聞いたら面白いんじゃないかみたいな意見がありましてですね、まあ、これ僕も結構思ってるんですけれども、テスト僕らは普段書いてるんでいいんですけど、まあ、その今日さっきアンケートを取ったら半分ぐらいの人は、まあ、まだテストを書いたことがないよという人いたんですけれども、でそういう人にですね、まあ、どういうふうにしたらテスト入っていけるかというところでですね、お三方に意見を伺いたいんですけれども、じゃあマイク持ってるんで佐々木さんからまた最初ですか。はい。これどうって自分の経験からだと、まあ、さっきも話しましたけど、もうチームに放り込まれてペアプロやって、お前はとにかくテスト書かないといけないのみたいな感じで、もう本当にトレーニングですね、訓練を受けちゃったので。もうそれが刷り込みになってて、新人の頃からやったのは当たり前だと思って、どこに行ってもそれだろうと思って、もうそのまま育ったって感じですね。で、まあ、それ以外でちょっと硬い話をすると、まあ、うちみたいなところだと、最新の開発標準みたいなの決めちゃうんで、そこにもうテストやるって書いたら、そこに放り込まれて、必ずそれやらなきゃいけないから、もうだからアーティクトみたいな人いて、でその人がもうテストやろうって言ったら、もうその開発標準に一度入って、やらざるを得ない。で、それで覚えていくっていうのが、まあ、人からと多いんじゃないかなって気がします。参考にならないですね、あんまり。はい、もともとの質問が私なのに、僕が答えるっていう感じなんですけど、やっぱりテスト、僕自身はそんなに佐々木さんみたいに厳しい環境に育ってない、緩やかぐらいなんですけども、私はちょっと、まあ、あんまり参考にならないんですが、テスト自体がすごく楽しそうだっていうところからスタートした。価値でして、まあ、そもそもそこから楽しさというか、まあ、安心できるというのも変ですけど、コードを書く上で大切な、まあ、プロセスの一つであるということをどうやって伝えていくのが一番いいのかなというのはやっぱ大きな疑問で、今佐伯さんの話を聞いているとやっぱりペアプロみたいな形で実質的に目の前でその、まあ、利益みたいなものが見えてくるっていうのが一番楽しくなる、まあ、どうしてももう赤いものを緑にしたくなるっていうゲーム性みたいなものがちょっとずつ出てきてしまうという、コード書いてるのかテストをクリアしているのかわからないんですけども、まあ、そういう面白さもあるので、まあ、実際やっぱり一緒に見ていくっていうのが非常に良いのかなというふうに今は考えていて、まあ、今後、まあ、弊社結構いっぱいデベロッパーがいるんですけども、まあ、全部にペアプロできるのは何年後かなっていう感じなんですが、やっていければいいかなと思っております。はい、今私がチームが10人ぐらいで開発していて、その10人がその JavaScript 書いている人が10人ぐらいいて、フロントと、バックが、割とみんな兼業というか、どっちがまあメインっていうのはあるんですけどっていう感じでやってるんですけど、そうするとまあ得意な人は割と結構前から、まあ、自主的にというかテスト開催したんですけど、まあ、今年の頭ぐらいから、なんかチームとしてちょっと JS のエンドテストもちょっと推進していこうみたいな感じになって、それでまあチームのメンバーでそのフロントが得意な人がやってくれたのが、まず、テストのスケルトンというか、それを生成する、まあ、簡単なスクリプトを書いてくれたんです。そうすると、今までまあそのスケルトンを作るものとかもまあなかったので、自分でこうテスト、まあ、ある実装を書いたらその実装に対応するテストファイルをまず作って、そのテストのまあ書き始めるところまで結構よっこらしょって感じだったんですけど、まあ、それを作ってくれたので、そのスクリプトにこのファイルのテストを作ってくれってやったら、そのファイル そのクラスのコンストラクターのテストまでやってくれるっていうのを作ってくれたので、そうするとまあ勝手に、とりあえずコンストラクターを呼んで、エラーにならないところまでまず1つ目のテストができるっていう感じになって、これは結構なんかすごい良かったなと思っていて、まずその
とりあえずテストを0個っていうか1個も追加しないでいいから、とりあえずコンストラクターのテストだけでも絶対書けみたいな感じで、そしたらまあなんか初めの一歩として書きやすいみたいな感じでちょっとずつ、広まっていっているところですね。はい、ありがとうございます。僕はですね、結構その3人の話聞いてると、あらかじめそのテストができる人が周りにいて、その人たちに、教えてもらったりとか環境を作ってもらったり、あるいはそのテストせざるを得ない状況に追い込まれたりとか、そういう感じでテストやっぱり入っていくのが一番自然というかだと思うんですけど、そういう環境じゃなくてもやっぱりテスト書いてみたいとかいう人いると思うんですけど、結構そういう人ってやっぱり最初つまずくと思うんですよね。結構なんかだからいきなりその自分がやってるサイトのプロジェクトとかで書き始めるよりは、なんかちょっとしたライブラリーとか作ってみたりとかして、それに対して書くのは結構簡単かなと思うんで、そういう方法もありじゃないかなと思ったりします。はい、じゃあですね、テストを書いてて良かったなって思うエピソードがあれば教えてほしいんですけど、やっぱテスト書いてていいことがないっていうことはないと思うんで、何か多分いいことがあるだろうと思うんで、エピソードがあれば、エピソードってじゃなくてもいいですけど、なんかやっぱテスト書いてて良かったなと思ったことがあれば何でもいいんで、ちょっと教えてもらえますか。最初の方が楽だと思うんで最初やっぱ一番いいのはテストがある状態のコードを見たときに、そこからいきなりリファクタリングからスタートできるとかがすごいこう精神上めちゃくちゃ嬉しいというか、嬉しいですよね単純にコードを書く人ならきっと分かってもらえると思うんですけど、まずもうなんかいきなりテストがある状態からスタートすると、よしじゃあこのテストあるからこの通るように、まず綺麗にしてから開発するかみたいな感じがいきなり入るので、もう全然こう気持ちが違う、そういう時が一番嬉しいですね、実感として。はい、はい、私は先ほどのセッションの方でもお話をさせていただいたんですけども、私の場合はもちろん佐藤さんがおっしゃった通りなんですけども、特に一番良かったなと思っているのは、この書き出しの部分が一番僕の中で、いつも苦しむところというか、設計の部分で一番悲しいところというか、一番楽しいところなんですけども、そういうところをまずテストを書いてしまうということで、滑り出しが良くなるという状態っていうのが非常に良かったなと。先ほどもお話ししたように、私がもともとロジックをアウトライン化したものをコード上で書いていたものが、テストに置き換わったというふうになっていて、非常に、自分のワークスタイルに合っててよかったなと思っているところが、エピソードとしてはあるかと思います。ちょっと最後難しいいや、今お二人がおっしゃってくれたことに尽きるような気がするんですけどね、やっぱりだからリファクタリングとかするときもテストなしで両手がありえないで、そんななんかマップもない男女に合品でいきますみたいなのはちょっと絶対無理なんで、やっぱりその特にやっぱ途中から任せられる場合とかですよね。まず最初にその実装を見るよりもテストコードを見るので、やっぱりあれば必ず、じゃあそこでちょっとメンテナンスされてないテストコードとか絶望に陥るんですけどちゃんとメンテナンスされてれば、そこから、仕様を把握することができるので、途中から任せられるような場合ではやっぱそれが良かったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちなみに僕は1年前に書いた自分のコードをメンテナンスするときにテスト買ってよかったなと思ったことがあります正しいんでしょう1年前の俺ナイスって思いましたね。はい、じゃあ次行きましょう。システムの規模はってここに書いてあるんですけども、どのぐらいの規模のプロジェクトでテスト導入してるかとか、いろいろあると思うんですけれども、そのシステムの規模に対してどのぐらいテスト書いてるとか、具体的に行数が分かれば行数とか教えてもらうのもいいと思うんですけど、そのシステムの規模とそれに対するテストどのぐらいの規模で書いているのかっていうのを、ざっくりで教えていただけると嬉しいです。これ逆に僕聞きたくてですね、まだ僕らのとかさっきもお話したようにちょっとまだ何それ方針の的なところが大きいので、そんなに現場でも使われてないんですよね。でじゃあ実際どれぐらいのところで使われてるのかなっていうのは、参考のためにお二人に聞きたいなっていう
無茶ぶりがかりとして僕も捉えないと無茶ぶりしたいと思ってますけども、僕も仕事があんまり、プロジェクトにアサインされてっていう仕事があまりなかった、形跡があったので、あんまり実質的にその実際動いているプロジェクトでテストを書いてるってことは、あんまりないんですけど、僕実際、まあ、できれば、100% コードを書きたいなと心の底から思ってますが、コード書くのもやっぱりコストになってしまうので、まあ最初に一番最初のテスト、もう本当にメインのロジックの部分だけ、まあ、例えば 30% とか、まあ、そういうところで一旦終えて、残りの部分のテストに関しては、まあ、ほぼドキュメンテーションみたいな形で処理をするというような形のものが多くなるかなというふうには思ってはいます。はい、今、開発しているのが、今その、スライドでも、話したんですけど、キントーンっていう、業務用の、ウェブサービスを作ってるんですが、それは結構3年以上開発しているものなので、まあ、結構規模が大きくなってきて、フロントで、JavaScript で、今、17万行っていう。まあ、ただその、フレームワークにクロージャーライバリを使っているので、あ、クロージャーライバリ抜いて自分たちのコードで17万なんですけどクロージャーライバリってどうしてもそのすごい冗長になっちゃうので、まあ、若干それで水増し感はあるかとは思うんですけど、まあ、結構規模はでかいです。で、この前、テストコードどんぐらいなのかと思ってそれも測ってみたんですけど、2万強ぐらいですね。2万強強なんで、カバレージはちょっと測ってないので、まあわかんないですけど、大体そんな割合なんですね。去年とかはもっと全然少なかったと思います。で、まあ、次の質問に書いてあるんですけど、結合テストも合わせてやっていて、前は結構その結合テスト偏重というか、まあなんかセニウム書いておいてそれでカバーしたらいいやみたいな発想と、プラスその、実行時のそのアサーションというか、テストコード内 の、 そのデバッグ用のアサーションコードとかで、まあその実際にブラウザで動かしたりとかした時に、まあ、検出できればいいやみたいな感じが結構、あったんですけど、まあ、だんだんやっぱりそれじゃ立ち行かなくなってきて、で、まあその、まあ、さっき話したように今年ぐらいからちょっとチーム全体で、まあ、書いて量を増やしてる感じです。はい、ちなみに今カバレッジっていうのがちょっと出てきたんですけども、あ、カバレッジっていうのはですね、ちなみに、まあ、テストの、 あの対象に対して、あのどのぐらいの割合でカバーしているかっていう、例えば if 文とかで分岐しているところがあったとして、 if 文が1行で else 文が20行とかだった場合に、その else 文の方に行ってなかったらそっちの方でテストできてないことになると思うんですけど、まあ、それ どのぐらいの行をカバーしているかっていうのがカバレッジっていうんですけど、お二方はカバレッジとかって普段取ったりしてるんでしょうか？そうです、そんなに、先ほどお話ししたように、まあ、3割ぐらいを目指しているので、まあ、3割ぐらいはカバレッジになるっていう感じの計算式に書いてますね。自分たちがっていうのはちょっとさっき言ったら言えないんですけど、あの実際にお客さん向けのシステムを作っている、まあ、ちょっと JavaScript はですねまだ出せてないと思うんですが、あの普通のそれ以外のテストは多分ちゃんとそういうツールがこれ使えみたいなのがあって、で出しているところは出してる、出してないところは、まあ、規模がよくしてか、まあ後で怒られるのかとかで出してないか、まあくらいですかね。はい、まあ結構カバレッジ結構取るのも面倒くさいですからね、あんまりJavaScript のテストでカバレッジ取ってるっていうのはまあまだ結構少ないかもしれないですね。はい、じゃあちょっとさっきてっぺさんからも話出てましたけど、結合テストの話に戻してほしいんですけれども、あの今日基本的にはユニットテストのお話だったと思うんですよ皆さん。まあちょっと最初のあの佐藤さんの話で結合テストの話もちょっと出てましたけれども、まあ、モカとかジャスミンとか、まあ、基本的にはユニットテストやるツールなんですけど、まあ、さっきちょっと話してたセレニウムとか、まあ、そういうのを使ってですね、あの、まあ、結合テスト、エンドトゥエンドのテストとかも言いますけれども、そういうテストってどうでしょう？やられてますか？まず。
ちょっとこれもストレスに答えられないですが、そういう意味で言うと逆に僕らのようなところだとこれはやんなきゃいけないと言って、まあ、そのイニシエのツールセレニウムとかは結構割と使われてる逆にしたりします。で、まあそこまできっちりやれって言われてる割にはだから内部のその逆にユニット、あの JavaScript のユニットですみたいなところは取り入れてないんで、なんか片手落ちなんじゃないかみたいなところがあって、そこはまあこれからしっかりやっていかないといけないんじゃないかなって言ってました。ユニットテストは書いてないケースはあるけど、はい、最後のそのユーザーが触りますよみたいなところからのそのテストは逆にやってます。なるほど、はい、ありがとうございます。全くその逆なんですけど、ユニットテストは書いてるけど結合テストは、ほとんどやってないというような状態に今は、まあ、私のケースなんですけどもなるという感じですかね。はい、そう、まあ、両方やってるんですけど、まあ、セレニウムやってて分かったのは、そのセレニウムをガシガシテストケース追加していくと膨大な時間がかかるっていうまあやったことがある人はきっと分かると思うんですけど、これが例えばその、今 の、まあその自分が扱っているような製品になると、例えばその受け入れテストレベルまでに限定してギリギリでその現実的な例えばそういう1時間とかそういう中で終われるためには、そういう、細かなそのテスト条件をこう、テストするわけにはいかなくなってくるんですね、どうしても、なので、その前はそこで結構いろんなテストケースを追加していったんですけど、ちょっとそういう方針はやめて、セレニウムはそういう受け入れ条件というか、そういう今、大さんがおっしゃったようなその外部進出を保つための、まあその最初の発表であったような言い方をすると、そういうビジネス的な意味でのテスト、何を作るべきかっていう部分のテストを、まあ、そこで担保して、その中側の品質はまあそのユニットですとかで、補おうよっていうふうに言っているところですまだそんなに、実現はできてないですね。そんなところ、はい、例えば結合テストだと異常系はやんないとかそういう感じになる。そうです、はい、あ簡単に繋がる本当にセレニウムってそうってめちゃくちゃ時間かかるんで、僕も書いたことありますけど大変ですよそれもあの CI とかで自動化されてたりはするんですよね。そうですね、そこも、ジェンキンスで回していて、そっちの方は、対応ブラウザーもろもろで回ってやってます。はい、ありがとうございます。じゃあこれ最後までいけそうかな。じゃあ最後2番目、まあ、UI、ビューですね、まあ、さっきの今日もいくつ何回かお話ありましたけど、まあ、DOM とか、まあ、一番まあ JavaScript でテストしづらいだろうというところのテスト、まあ、どこまでやっているかっていうのは難しい話ですけど、まあ、例えば、まあ、モデルだけ重点的にやってビューはほとんどやってないとかもあるかもしれないんですけど、その辺をちょっとどのぐらい DOM のテストっていうのを書いてるかっていうのを教えていただけると思います。自分の場合はもう、UI というかビューの部分のテストはほとんど書いてなくて、ビューの部分で書くのは、そのまあレンダーとかそういう超的な、まあ、メソッドを呼んだ時に、その一番コンテナのところに、要素が入ったっていうところまでしか自分はテストを書かないですね。その先はちょっ と、まあ、書いてもいいんですけど、ちょっとまあ時間的なあれとかいろいろで、まあ、そんなに実りがないんじゃないかと、まあ、正直そこまで食わず嫌いなところもあるんですけど思っていて、モデルとかコンポーネントとか、まあ中側の方メインで書いています、まあ、メンバー他のメンバーも大体そんな感じで、まあ、一部なんかそういうの書きたい人は書いてるわけですね。はい、はい、僕も全く同じような感じになってしまうんですけども、まあ、モデルとか、コントローラーみたいなものがあれば、そちら、ロジックの部分だけを対象にテストすることが多くて、まあ、レンダーみたいなものがあれば、本当、真下には全く同じ、入ったらもう、良いとするというような状態のテストが、まあ、ほとんどですね、こんなに、本当に実りがあるのかっていうのは、本当にドームが、まあ、次に行きたい。やってないっすなんですけど、だからそういう意味で言うと、だから、どこまでやるのっていうので、そこをちゃんと導入するときに、やっぱり僕らみたいなところはここまでやればちゃんといいんだよ、理由は、まあ、とはいっても、もう
どんなに頑張ってももう冬なんだからっていうのを、でそもそもで、あとで、ね、さっきからちゃんとコントローラーとかあのモデルって話が出てますけど、そこのむしろそのちゃんと設計きちんとしたこうあのアーキテクチャで設計できるかっていうところを気にしなきゃいけないところを先にやった上で、まあ努力目標ぐらいでやればいいんじゃないかなっていうふうには思います。でそういう方針で自分のところであの進めるときはそれぐらいで進めたらっていうふうにアドバイスできたらないいかなちょっと。あと理由のテストしないっていう話をしたんですけど、そこを担保できるのが1個あって、今その、まあ、さっきクロージャーライブラリ使ってますって言ったんですけど、クロージャーコンパイラーの、アドバンストオプティマイズっていうのを使っていて、これだとその、JavaScript の型チェックができるんですね、コンパイル時に。なので、ビューをテストは、まあユニットテストとしては書いてないんですけど、少なくともその型チェックは絶対通るんだっていう保証ができるので、逆に言うとそのビューに、ユニットテストが必要なほどロジックが積んでない限りは、型チェックさえ通れば絶対というか そこにバグがある確率はすごい少なくて、基本的にはまあ要は簡単に言えば JSON を渡して HTML テンプレートがそれを書いてくれるっていう以上のことをまあ詰めない限りは、そこで大体保証してくれるんじゃないかっていう感じで、まあ、そこのユニットテストは書かないみたいな感じでやってます。はい、大丈夫ですかね。ありがとうございます。はい、ちょっと1点補足しておくと、ここで言っているビューっていうのは、まあ、今お話していただいたように、まあ、ドムをコントロールするレイヤーっていうところで、なんで、あの、まあ、怖い人に JavaScript のビューっていうと、お前のビューはコントローラーだみたいなこと言われるんですけど、今、こういう話のビューは、そういうことなんで、あんまり怒らないでください。はい、で、最後ですね、最後、あ、これ完全に僕が聞きたかっただけなんですけど、あのみんなの話聞いてて、なんか今日やたら BDD 推しだなっていうのがあったんで、ちょっと最後に聞いてみようかなと思って言えたんですけど、あの、まあ、TDD と BDD ってよく言われるんですけど、まあ、今日お話にもありましたよね、テストドリブンか、ビヘビアドリブンかみたいな。で、僕は結構個人的には、その、まあ、BDD すんげえいいよみたいな、BDD 推しなわけではなくて、まあ、テストできればどっちでもいいかなと割と思ってるんですけど、あのなんでその辺をちょっと宗教戦争を繰り広げていただきたいなと思ってですね、最後にこの質問をお願いしたんですけどあの話したいからしたからどうぞ。と正直言ってあんまり違いがちょっとよく分かんないというか、なんか羊が違うから、なんか羊っていうか、なんかまあなんかたまたま別れたグループが言ってるんじゃだけじゃないかみたいな感じで正直あんまり分かってないです。でその思想的な意味でちょっとその違いがいまいち把握しきれてないです。で、書き方レベルで言うと BDD の方が好きです。あのDescribe itみたいな感じの方が、で文字列でテストの名前書くみたいな方が、書きやすい。あのテストホニャホニャみたいなメソッド名で書くのがすごい、やりづらいなと思ってます。であとその BDD ちょっと前は意味がちょっと分かんないなみたいな思ってたんですけど、今日なんか紹介したその2冊目の本で、二重のループっていうのがフィードバックループみたいなのがあって、外側の結合テストと中側のユニットテストをなんか二重で回すと、なんか外側の受け入れ条件と中側のそういう、実装のなんかユニットテストを二重で回っていいよみたいなのが書いてあって、それ読んだ時に、あ、このその外側のなんか受け入れテストも含めたなんか TDD みたいなのやりたいみたいなことを言ってるのがきっと BDD なんじゃないかみたいなちょっと思ったけど、違うのかもしれないし、まあちょっとあんまりそこはよくわかんないです、はい、そうですね、僕も今日ジャスミン、まあ、BDD の話をしたんですけども、基本どっちでもまあ平和主義っていうのが昔はそんなことはなかったですけど、今は平和主義なんですけど、テストさえ書いてない僕はどっちかというと BDD の方がそのスタイルとして、先ほどお話ししたように英語と同じ順番で書けるというふうになっているので、そういう意味では取り込みやすいかなというか、とっつきやすいものになっているかなという上で、僕もセマンティックなとか、まあ、言葉の意味みたいなところを一応細かく調べてきたんですけど、調べてもよくわからないので、そんなに違いがあるものなのかなという感じは一応しています。まあ、自分も無宗教なんで基本的にはどっちでもいいかなと思います。 BDD の
概念自体があの自分があの開発の現場に入った時とかってまだ当時そんな BDD なんて言われてなかったので BDD しかなかったんですね。で途中から BDD だみたいな話で言って、まあいろいろ見てて、まあ、そのさっき言ったようなそのなんかテストの見通しとかその見通しを持った上でこう仕様をちゃんと確認するみたいなのしやすさは BDD の方がいいのかなっていう気はします。でだなんでその最初にこう例えばペアプロとかして教える時のスタイルで力入るのみたいな時に選択するのはもしかしたら BDD の方がいいかなっていう気がしますが、まあ結果まあどっちでもいいんじゃないのっていうのは結論になってないですけど、まあ、結論だなと思います。はい、はい、ありがとうございました個人的にはですね、あの TDD なんてクソだみたいな話をしてほしかったんですけど意外とみんな平和主義で平和な感じになってしまったですね、はい、じゃあ、ひとまずこれで終わりなんですけど質問を 1,2 個ぐらい受け付けてもいいということなんで、あの質問したら今ここにいる3人の方が何でも答えてくれると思うんですけども質問がある方いらっしゃいますか。お話ありがとうございました。辻井と申します。そのテストを実行した結果を何かに出力したりっていうことはやっていますか。自分の方から答えると、テストは、まあ、その CI ツールを使っていて自分の場合はジェンキンスを使っています。で、それが、まあ、あのリポジトリにコミットがあるごとに、CI を回してくれてそこで、テストを実行してその結果が、まあ、そのジェンキンスのその時のビルドのところに、まあ、記録されると。で、まあ、エラーになったら、みんなにこう通知がいってあのエラーだよとか言って、最近だとその、まあ、なんかエラーを起こしたコミットの人にこうなんか通知がこう晒し物になるように話し合いをやっていてみんなでわーって帰ってそれを見て晒しするとそんな感じで、あとはまあ、はい、はい、あ、大丈夫ですか。あのお二人特に話があるから大丈夫です。はい、ああはい、まあ、僕も結構ジェンキンスとか使ってるんでそれでタッグを入ったりしてますね。あ、最近だとスキャンプとか全然してるし、ね、してますけど、もう一個ぐらいで、じゃあ最後ぐらいかな、もう一個ぐらいじゃあいきますので質問ある方挙手お願いします。はい、話ありがとうございます。小林と申します。私も怖いのでテスト書きたいんですけども、と言っても書くためにテスト、あ、工数必要じゃないですか。どうやって、なんて言ったらその工数もらえるか実なのです。何の答えもない、お前僕も教えてほしいです僕も教えてほしいです まあ、そこはまあ難しいですよね。難しいんで、まあ、なんか誤解を恐れず言えば多めに工数を取るとしかないですよ、ね、その多めにっていうとなんかそのなんか悪いことしてるみたいなあれですけど、でもそうじゃなくて要するにこう行動を、この品質で書くためにはこれだけやる必要があるっていうことでその工数を使うわけなので、まあ、そこはなんか堂々 と、この機能を作るんだったらこういうコースでやるっていうことで合意を取っていく。別になんか多分その自分も経験あるんですけど、そのテストを書くからこんぐらいとか、あとなんだろう、その機能を作るために一回リファクタリングしないといけないからこんぐらいとかってなんかちょっと細かいことをなんかそういう技術側じゃない人に言っちゃうと、いやそんなの別にいいからとりあえずこの機能だけみたいな感じになっちゃって、でそれはまあその技術がわからないというか技術側じゃない人にとってはまあそれは当たり前っていうかまあそうだよなとは思うんで、あんまりこう細かいことを言わずに単純になんかこれ実装するならこんくらいっていうことでコミュニケーションを取るのがまあ個人的にはいいかなと思ってます。
それでも別に十分取れてないこともありますけどね。はい、ありますか。ここだけエピソード的な話なんですけど、ちょっと JavaScript とかその範囲関係なくテストっていうことで言うと、自分たちその、受託開発っていうかメインなんでお客さんのシステム作るんで、とはいえちゃんと説明しなきゃいけないんですね。なんで自分が新人入った時の、リーダー結構しっかりしている人ってですね、本当に実際にマネージャーと一緒にお客さんのところ行って、でこういう開発の仕方をするんですと、であなたたちのところ の, その作るし、これからのシステム、継続的に使うし、継続的に我々をお付き合いさせていただいて、ずっとこれからも母子の開発もしますよねっていうのを全部説明して、その上でそれをやっていく上にはこのテストっていうのをちゃんとコードで書いて、置いておくのが一番、いいんですと。でその先 の, そのコストも多分、回収していくときにいろいろかかると思うんですけど、そうなったときにそのコストもきっと抑えられるんですっていうのをやっぱちゃんと説明しました。でその上でこれぐらいのコースがかかりますよっていうのを示して納得していただいたっていうエピソードが、これ結構、かなりしっかりやったパターンで、実際にはやっぱさっき言ったようにこっそりじゃないんですけどこっそりはいけないんですけど、ちょっと一力にコピーって言ったっていう、よくあるパターンだと思うんですが、それでちゃんと説明もらうというのがいいと思います。はい、僕も結構同じような意見なんですけど、そもそも例えば多分3ヶ月ぐらいかかるって見積もった案件でテスト書かなかったとして、多分最終的にバグとかいっぱい出て4ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよでそ の, バグとか出た分の見積もりって最初の見積もりに含まれてないんだけどやんなきゃいけないみたいになっちゃうんですけど、最初からそれを見越して品質保証っていう感じでテスト各部取っとけば最初から4ヶ月分見積もれるんで、なんていうかその最初から多分かかる分に入れちゃうのは自然かなと僕は思ってます。感じでいいでしょうね。このぐらいですかね。じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあこれで終わりになります。ありがとうございました。